さあテンポのいいバスケが魅力の熊本、長島からレイアップ、パブロアギラール、パブロアギラール中に進んでゴール下入れました。リバウンドを取りました、パブロアギラール。さあゴール下ワシントン、さあ小玉中に行ってジャンパー決まりました、ブライスワシントン、パブロアギラール、もう一度ワシントン、さあ小玉スリーポイント狙うか、ミドルレンジからのシュート入りました、ブライスワシントン、谷口からワシントンフリーになってレイアップ決めていきました、本村が対応、谷口のスリーポイント入りました、谷口今日加藤中に送ってギャビンウェア、キックアウト、谷口のスリーポイント入りました、今日2本目。さあ谷口3本目決まりました、谷口に渡ってワシントンのピックを使って自ら中に行ってツーポイント決めました、加藤、ギャビンウェア、最後はワシントン、第2クォーターの最初の得点、福岡、重富、谷口自ら中に行ってリバースレイアップよく決めました、重富、ワシントン自ら行きました、レイアップ、まもなくオフィシャルタイムアウトがあります。上里、マクリーン、山本翔太、中に入ってタフショットになりますが、ここもリングには当たりましたが、最後谷口が決めていきました、レイアップ、エンドワン、上里中に入ってリバウンド、パブラギラール、ここはファストブレイクなるか、最後は落ち着いて村上がレイアップ決めました、見ました、このリバウンド、パブロ・アギラールがしっかりと取ってよく見えていました、村上も落ち着いて最後決めていきました、ワシントンから村上右に回りまして、ここを取れるか、谷口決めていきました、レイアップ、谷口得点を、マッチアップは駒沢、小玉、ブライス・ワシントン、ミドルレンジからのシュート入りました、小玉、さあここのバスが通ってバスケットカウントエンドワン、ヒットがありました、山本翔太のファールが取られました、熊本のタイムアウトです、もらいに行ってどうだ、ここからもう一度持つ、ゴールしたパブロ・アギラールのダンク、さあ最後このパブロ・アギラールのダンクが見られました、加藤、パブロ・アギラールのスリーポイント入りました、ディープスリー決めました、今日そしてスリーポイントを決めています、リバウンドで見てみますと福岡圧倒していたんですが、ここに来て熊本も、加藤からギャビンウェア、ここは決めていきました、アギラール、谷口、アギラールスリーポイントどうだ、入りました、今日2本目、ダブルチームでいく、パブロ・アギラール、谷口のスリーポイント入りました、谷口4が11得点、ギャビンウェアが10得点となっています、谷口ここまでスリーポイント4本を決めています、パブロ・アギラールスリーポイントどうだ、谷口オフェンスリバウンド決めました、